僕は、もともと役者になりたいなって思ったのが、きっかけをくれたのが三浦春馬さんで、今回すごく、この映画にとこの映画でご一緒できてすごく嬉しかったです。本当に監督にも感謝したいです。ありがとうございます。そうだな、そんな中一緒にお芝居をしていて、あの頃の自分はどう思ったのかな。すごい幸せな体験をさせていただきました。僕の夢であった共演をすることもできましたし、たくさんたくさんこの作品でいろんなことを得ることができました。それは僕の役者人生にとってすごく大切で、ずっと忘れることのない経験であり、宝だと思っています。大好きな春馬さんの最高の姿がこの映画見れるので、ぜひぜひ楽しみにしていただきたいですし、3月12日公開なので、ぜひ楽しみにしていてください。最高の映画を、春馬さんにも届けられるんじゃないかなと思います。今日はありがとうございました。僕は葵と2人でですね、直談判みたいな感じでしに行くシーンがありまして、そこで三浦春馬さんとご一緒させてもらいましたけども、やっぱり刀さばきから佇まいから、そしてカメラの回ってない時の笑顔だったり、本当に、なんだろうな、すごくやっぱりものすごい年が離れてるわけではないのに、ものすごくやっぱり大きい存在だなっていうのを改めて目の前で感じましたね。はい。あのシーンは見てる側もなんか本当に印象に残るシーンでしたけども、新田さんいかがでした？いや、迷いましたね、僕。あのシーン、とっても、現代の高校生役の僕ら2人、そして対戦国武将の方々だったので、どうやってやればいいんだろう、監督にも相談して、こうすればいいですかね、ああすればいいですかねって、たくさん悩んだ記憶がありますね。悩んでるシーンだもんね、あれね。もともと悩んでるシーンですそうもんなのね。よ。そこでなんか春馬さんからなんかこうアドバイスとか、話したり、このシーンはこうだよとかって、なんかなかったです、やり取りとか。ありました。お。ありましたね。たくさんいろんなことをしゃべりましたね。よろしいでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。